はい、皆様こんにちは。神戸メイクアップマイスター結城ルミ子です。今日もよろしくお願いいたします。さあ、前回に続きまして、美肌になるにはこれというパート2を今日やっていきたいと思います。あのね、やっぱり化粧品で綺麗になるっていうのはね、考えない方がいいと思います。まあ、つけた方がいいのはいいんですけれども、外からの、化粧水であったり美容液であったりね、外から洗顔であったり、外からすることってほぼ1割なんですよね、お肌改善するには。で、あとの9割っていうのはやっぱりね、口から入れるものなんですよね。はい、30品目をね、きちっと毎日食べるとかね、暴飲暴食しないとかね、生活習慣見直すとかね、もうそこなんですよ、やっぱり美肌。昨日もね、睡眠のことについてお話しましたけれども、やっぱり口から入れるものが一番大事じゃないかなというふうに思いますけれども、そんな毎日ね30品目食べれるわけがありませんよね。で、そこでやっぱり美肌につながる一番の、食べ物は何かなっていうので、私が心がけてることを今日はお伝えしていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。もうズバリ何と言っても発酵食品です。はい、私めちゃめちゃ発酵食品を、口に入れてます。まず朝はね、必ずヨーグルトですよね。で、ヨーグルトに、まあ、黒ごまきな粉とかね、ナッツとかね、はい、あと天使のララね、コラーゲンのサプリメントを入れて、もう毎日ヨーグルトの方食べています。そしてね、必ずやってることが夜はね、味噌汁なんです。最近ちょっと味噌汁ブーム来てますよね。長生きする味噌汁とかね、出していらっしゃる先生もいらっしゃいましたけれども、私実は言うとね、味噌汁あんまり好きじゃ なかったんですよ。で、作るのもね、こうね、を溶いてね、もう邪魔くさくて仕方なくって、週1味噌汁作ればいいかなっていうぐらいね、ほんと味噌汁作らない人だったんですけれども、あるね、料理研究家の方が味噌玉のね紹介をされてて、あ、これなら私もう料理の下手な私でも、面倒くさがり屋の私でもできるかなと思って、続けてみたら、ほんと続いて本当に美味しい、粉末だし入れなくても本当に美味しいっていうのがね、これなんですよね。私はね、ちょっとアレンジングして、もう普通の味噌です。だしが入ってないこう味噌、私鹿児島のね白味噌というか、こう合わせ味噌が好きなんですけれども、それと玉ねぎをフードプロセッサー、もうこれも邪魔くさいからね、包丁で切るのめんどくさいからフードプロセッサーで一玉入れます。そしてニンニクをね3かけらぐらい入れるかな。もうそれで一気にフードプロセッサーで細かくします。そして市販で買われている味噌と混ぜ合わせて冷凍してるだけでね、完全に凍らないのでね、これうちは今は家の中に3人家族3人いるので3人分なんですけれども、それをね小分けにして1週間も作るときます。で、これを、食事、夕食作るときにお鍋にポンと入れて、3人分の水の量を入れるだけですぐ溶けてね、はい、あっという間に味噌汁完成です。はい、これ本当に美味しいんですよ。私ね、この味噌汁を毎日毎晩飲むことによって肌が変わったなっていうのを本当実感したんですよ。ですので今日はね、こちらの方を紹介していきたいと思います。で、そしてその他に私は納豆ね、納豆、そしてキムチ、はい、そしてぬか漬けを食べるんですよ。もうね、ほぼ半分は発酵食品かもしれない、夜の晩ご飯で。お米をちょっと今やめてるんですね。お米を食べずにこの発酵食品を食べて、まあ、メインのおかずという形で作っています。まあ、これきゅうりが一番おいしいかな。
でね、以前はちょっと大きいので作ってたんですけれども、なんかもうそれも面倒で、最近こういうタッパーで簡単にできるね、ぬか床っていうのが出てるじゃないですか。でそれでも必ずね、野菜室って毎日開けるじゃないですか。あ、そうそうという形で気づいた時にこう混ぜることもできるし、きゅうり買ってきたらもう塩もみして簡単にこうポンと入れるだけでね、あっという間に1日でできちゃうっていうのでね、本当に手間がいらない。ね、もう料理私20分以上かけたくない人なんで、はい、ですのでね、簡単にできて、しかも栄養高いし美肌になれるこの発酵食品、これぜひね続けてもらったらね、お肌劇的に変わると思いますよ。はい、今日は口から入れるもの、食べ物でちょっと気をつけてほしいなっていう部分でお話ししてみました。次回もまたね、美肌につながるねヒントをお伝えしていけたらなというふうに思っておりますので、また遊びに来てください。今日も見てくださいましてありがとうございました。またお会いいたしましょう。さようなら。